お疲れ様です。4C の小松です。今日は Facebook ページを運営されている方のお悩みで、Facebook ページに投稿するのが管理人である自分だけの記事ばかりになりがちだという部分をお聞きしましたので、少し改善できるような方法をご提案したいと思います。まず、基本的に管理人さんの投稿が増えるというのは皆さんおっしゃるんですけども、ですね、例えば自分が投稿すること以外の記事というのは、他の場所から集めてくる、前回の動画とかでも、ウェブサイトだったりブログのリンクを貼り付けて、活用するというような方法もあったと思うんですけども、同じように Facebook の情報をシェアしていくという方法が、一番、スムーズかなと思います。例えばですね、広島観光連盟さんの Facebook ページがあるんですけども、これもし個人のページであっても同じなんですが、記事の中で、例えばこれ三原の関係ある広島オイスターロードの記事を自分のページに情報として載せたい場合は、このシェアのボタンを押して、で自分のタイムラインではなく、管理するページの中からシェアしたいページを選んで、ここに一言見出しのようなものをつけて投稿するというのが記事の全体の記事を充実させていく方法の一つになると思います。で、ちょっとこのシェアについてはいろいろな意見がありまして、このような広島観光連盟さんであるとか、三原観光協会さんであるとか、公式のページであればどんどんシェアすればいいと思うんですけども、個人の書かれている記事のシェアについてはちょっと日本人独特かなと思うんですけど、何も言わずに勝手にシェアされたと思う人が中にはいらっしゃって、基本的に Facebook をしている時点でこのシェアの機能というのは標準であって、このシェア、いろんな情報をシェアし合うという部分も Facebook の面白さであるので、いちいちその許可を取る必要はないという意見の方が意外と多いんですけども、中にはちょっと気にされる方もいらっしゃいますので、シェアする場合は個人の記事の場合、相手と自分の関係性を踏まえてそれぞれにご判断いただきたいなと思うんですけども、シェアさせてもらいますと一言入れた方がいい場合もあるかもしれませんし、シェアする前に許可を取ってという、ちょっとそこまで行くと行き過ぎかなという気もするんですけども、やはり人それぞれありますので、そのあたりはちょっと公式のものでない場合は各自ご判断いただければなと思います。それでですね、あとシェアするときにここの部分が今地球儀マークで公開となっていますけども、これが人のマークであったり歯車のマークであったりすると、友達までの公開記事であったり一部の方への限定記事であったりする場合があります。それに関してはシェアを押して、完了させようとしてもこの記事はシェアできませんというようなエラーメッセージが出ますので、誤ってその限定記事をシェアしてしまうということは起きないんですが、この部分を見ていただければそのシェアできない記事があるということも分かりますので、覚えておいていただければと思います。それからですね、先ほどシェアさせていただいたんですけども、この大和じゃない県大和じゃ県というFacebook ページ、皆さんもぜひいいねをお願いいたします。大和の情報が書かれていますので面白いと思います。それでですね、ちょっと拝見したんですけども、管理人さん以外にも、ユーザーからの最近の投稿ということで、ここですね、何件か投稿されています。で、こういった時に管理人さんが投稿した記事というのはこのようにきちんと文章と写真がタイムラインに流れるんですけども、
ユーザーさんが管理人ではない方がここに投稿された場合というのは全てここに入ってきます。最近の投稿のこの枠に入ってしまって全然目立たないし、投稿された方自体もそれに気づかず投稿したのに掲載されてないなという誤解が生じたりとかしますので、これをタイムラインに出す方法をご案内したいと思います。まずですね、この見出しの横に右上に×印があります。でこれはここにカーソル持ってくると削除と出ます。ちょっとごめんなさい、まあ、文字が隠れてしまって見えないんですけど削除と出ます。で実際これは削除、いきなり削除するボタンではありません。これを一度押していただくと、あ、ごめんなさい、これは私のページじゃないので報告するになってしまいます。私のページの方でちょっと説明させていただきます。自分の管理するページの最近の投稿のこの×印を押すと、いろいろ項目が出てきます。でこのページに表示を選ぶことによって、管理人さん、管理人以外の投稿を、そうですね、このように、上岡守さんがシェアしましたということで、管理人以外の方の記事もタイムラインにきちんと掲載してあげることができます。これをすることによって、ご自身以外の投稿のシェアも、情報も記事が投稿されるので、充実してくるということが、できますので、あとはですね、例えば、とても綺麗な写真とかその季節のお祭りのチラシであったりとかそういうものをもっと目立つようにしてあげたい場合というのは同じように×印を押してこの星マークのページでハイライト中を選んであげますと普通にこのように記事が右左とある中で少し遡ります。このようにですね左右をまたいで一枠で目立つように、表示することができます。これ岸田さんが書かれた記事なんですけどもこのように季節のものとか目立たせたい写真とかありましたらハイライトしてあげるとこのように表示されます。このような形でご自身の記事と、投稿者さんの記事、それから関連する、記事を見つけたときにシェアすることによって、ページの内容を充実させていくことができるかなと思います。